ドジャースの大谷翔平選手が17日、マーリンズ戦の3回に5試合ぶりの48号ツーランを放った。昨年、WBC で世界一を達成した思い出の地でかけたアーチ。この記念級をキャッチしたのは、右翼席2階に座っていた大学2年生のジェンナ・バンダービーゼンさん、19、だ。マイアミに住んでいるお姉さんらと観戦に訪れたというバンダービーゼンさんは、唯一、 この試合の野球選手で知っているという大谷翔平の本塁打ボールが飛んできた。その状況についてみんながボールに群がって壁に当たったボールが地面で跳ねてそれを掴んだの。よくわからないこのボールを掴む確率はいくらぐらいかと大興奮し今震えが止まらない。大谷選手だけ知ってて彼を見ることができると楽しみにしていたからと続けた。 試合開始3時間前に、ワシントン DC からマイアミに到着し、30分前にスタジアムに到着したという。記念のボールについて、ネットで調べて、彼の本類打が48号だと知ったわ。絶対に売らないわ。お金には変えられないから、現実とは思えない。とても驚きすぎて、突然舞い降りた、ギフト、に、興奮が抑えきれなかった。